はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、プレミアムモルツの、ディープアロマ、心和む、熟成香、アルコールド、じゃ、生ビールです。はい。これ何？限定醸造？豊かなコクと香ばしい香りの余韻をお楽しみください。原材料が麦芽とホップで、アルコール度数が 5.5%、5.5% です。天然水醸造。のポイントはちょっとこれ、ポイントこれ。ポイントシールこれ、もらっとかないと。貯めてんだよ、俺。今までずっと食べてないで全部捨てたからな。もったいない。バカだよ。本当に無知は損だね。無知は損だねっていうか。無知は損だねっていうか。あれだろ。まあ、はい。こちら山崎グラス。薄張りグラスですね。これ山崎。まあ、本来はこれ多分、ハイボールで飲むようなんだろう。よし。カンピー。ん？え？ちょっと待て。今日のつまみはこちら。ポップコーン。ね、マイクポップコーン。あれ？え？これぐ、これ普通のプレミアムモルツと何が違うの？これ。ん？ほとんど変わんなくない？これ。ディープアロマって書いてあるけど、熟成香？熟成香？ある？これ。まあ、少なくともこれ、熟成香とか熟成させました的な感じ言ってるけど、全然ビールの色は普通だからな、これ。普通だからな。これで、熟成香とか言われても、なーってなるんだよ。な、バカな。そんなバカな。ディープアロマ。まあ一応限定発売らしいですよ、これ。ディープアロマ。アロマってこと、香りがあれなんだろうね。ザ・プレミアム・モルツの素材、こだわりの素材、製法をベースに、
希少品種であるダイヤモンド麦芽を加えて、新たにカラメル麦芽とミュンヒナー麦芽を、含む数種類の、濃色、麦芽を一部使用。麦芽本来の香ばしさを特徴づけることで、豊かなコクと余韻を実現。心を和む熟成香でゆっくりと癒しの時間をお過ごしください。一日の締めくくりに くつろぎのプレモル。これ若干酸味が強いだけじゃねこれ。普通のプレミアムモルツと多分酸味が若干、こっちの方が強いですね。うん。酸味が。うん。ちょっと酸っぱい。端的に言うと。端的に言うと酸っぱいですね、これ。まあそもそもプレミアムモルツ自体、普通のプレミアムモルツ自体飲んだことほぼほぼないんだけど、まああんまり飲んでないですよ、大体。だいたいろくでもねえから。ろくでもないんだよ。まあ、うん、飲んでないんですけど。やっぱ基本的にプレミアムモルツって、酸味がやっぱ強いんですよ。これ。他の、スーパードライとか、まあ、キリンの、黒ラベルとかさ、ね、違う、キリンじゃあ、札幌の黒ラベルとかさ、あとさ、キリンのさ、ね、一番搾りとかさ、そこらに比べると圧倒的にね、なんかね、酸味が強いんですよ。とにかく。うん。とにもかくにも酸味が強い。で、酸味が強いんですよ。これは、だから、総じてやっぱ酸味が強いんだよな、これな。だから多分ね、俺あんま、酸味が強いビール嫌いなんですよ。ぶっちゃけ。で、苦味も大してないんだ、これ。うん。まあ、若干あるか。まあ、普通のビールぐらいの苦味はあるんですけど、ただ、酸味が他のビール、キリンのラガーとか、ね、クラシックラガーとか、そういった類に比べると、圧倒的に酸味が強いんですよ。全然。うん。で、プレミアムモルツの普通のやつと、じゃあ何が違うか。酸味ぐらいじゃない？もともとプレミアムモルツ自体酸味が強いんで。うん。だから、まあその酸味を若干強くして、で、若干強くして、だってディープアロマって書いてあるんですよ、これ。アロマは香りでしょ？ディープは深いでしょ？深い香りじゃあするかって全然しねえんですよ。深い香りイコール深い風味ですよ。風味っていうのは味と、まあ、香りの総量ですね。味の総量として酸味が強くなったっていうだけ。うん。味自体ほぼほぼ変わらん。香りも大して変わらん。うん。これ飲み比べないと多分酸味の違いわかんないですね、これ。うん。確実にこっちの方が酸味強いです。絶対。普通のプレモルに比べて。
じゃあ酸味が強いからお前、ディープアロマ、香りが強いから。まあ、じゃあ酸味の香りがするんじゃないの？酸っぱい香りが。うん。これむずいな。これあれだぞ。二択で出されて、普通のプレモルと、こっちのプレモル。はい。じゃあ目つぶってくださいっつって、どっちかどっちか当ててくださいって言ったら、これ難しいな。まあ、多分酸味の強さでちょっとわかるかも。うん。あ、酸味がやっぱ強い。うん。これ間違いないですね。うん。酸味が強いのはほぼ間違いないんだけど、じゃあうまいか。じゃあディープアロマって名乗っていいか。ディープアロマって言ったらやっぱり、ねえ、まあ黒ビール的な感じで、まあ、ちょっと芳醇な香り。うん。がすると。芳醇な香りするか、これ。変わらんぞ、こんな。変わらんって。普通のプレモルと多分、匂い、いや、味は違うんですよ。酸味が強いんで、酸味が強いなってのはわかる。香りでね、多分ね、判断するのかなり難しいです。これむずいな。やっぱでも酸っぱいな、やっぱな。酸味強え。うん。やっぱり。酸味は強いってのは分かった。うん。とにかく。これが分かったのここまでですね。うん。香りとかどうたらこうたらしたもんじゃない。これディープアロマって書いてあるけど、全然熟成香もクソもあったもんじゃない。うん。違うのはこれ酸味です。うん。酸味が強いだけ。以上。うん。以上。うん。あ、これ以上だな。もはやそれ以上語ることもないだろ。コク。甘み。まあ、ちょっと逃げんじゃねえか、これ。香り。まあ、プレミアムモルズ自体そもそも香り高いんですよ。うん。まあ、これ微妙じゃないですか。うん。特に買う理由はじゃああるかっつったら、まあ、特にはない。ね、3、2、4、3です。ご視聴ありがとうございました。